中ですが、ここで臨時ニュースをお伝えします。今日昼頃、割とひもく女性にナンパをした上、路上で爆睡をしたとして、道の上で寝たり女の子に声をかけたりしたらいけないんだよ罪の容疑で、自称優良物件平田七海容疑者が逮捕されました。容疑者は、キモかったのは認めるけど、私だって可愛い女の子とおしゃべりしたい、したい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 、やだ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 、ダバダジダバダジダバダジダバダ。ニュースをお伝えしました。ひどい目にあった。反省文もたくさん書かされたし、女の子からパンチもされた。もう一回。